どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。私のところにね、40代で婚活をしてらっしゃる方からの相談もあるんですよね。それで通常は個別で対応してるんですけども、今回ね、40代で婚活してる女性が陥ってしまうちょっとミスと言いますかね、勘違いというか、そういうのをちょっとまとめたものが Google のバードにありましたので、そちらの方を紹介したいのと、あともう一つはね、女性が生涯未婚でどういったことが怖いのかってことを、そしてその対処策をね、これも同じ Google バードに聞いてみました。結構私が思ってるのと重なる部分があって的確だなと思ったんでね、参考になると思いますんで、ちょっとね長いんですけども、ご覧いただければと思います。もちろんこれ聞いてるだけでもいいですからね、イヤホンを耳にさして日常生活の作業とかされてください。それでは一旦失礼します。家族の久保です。今回はですね、40代婚活女性によくあることランキング10ということで Google のバードに聞いてみました。まあいろいろと思うことはあると思いますけども、これが現実なのかなと私もね、思っております。はい、それではね、早速ご覧いただきたいと思います。こちらのスピーカーボタンを押すと読み上げが始まりますので、私の方はちょっとね、鳴りを潜めてスタートしたいと思います。どうぞ。40代婚活女性にありがちなこと10点は以下の通りです。1. 自分はまだまだ若いと勘違いしている。40代になると見た目や体力などが若い頃と比べて衰えてくると感じる人も多いでしょう。しかし周囲の男性から見ると40代女性はまだまだ魅力的な存在です。そのため自分はまだまだ若いと勘違いし、相手に求める条件を高く設定してしまう女性も少なくありません。2. 相手に求める条件が厳しすぎる。40代になると結婚相手に求める条件も高くなる傾向があります。しかしあまりにも条件を厳しく設定してしまうと、なかなか理想の相手に出会えなくなってしまいます。まずは自分が本当に譲れない条件を明確にし、それ以外は柔軟に受け入れられるように心がけましょう。 3. 自分の価値観を押し付ける。40代になると仕事や生活の中で自分の価値観が確立されている人も多いでしょう。しかしあまりにも自分の価値観を押し付けてしまうと、相手に拒絶されてしまう可能性があります。相手の価値観も尊重し、お互いを理解し合える関係を目指しましょう。4. 婚活に消極的。40代になると仕事や家事などやることが増えて、婚活にかける時間が限られるという人も少なくありません。そのため婚活に消極的になってしまう女性もいます。しかし婚活は早ければ早いほど有利です。まずは自分の時間をやりくりして婚活に積極的に取り組みましょう。ご自分磨きを怠る。40代になると見た目や体力などの衰えを気にする女性も少なくありません。そのため自分磨きを怠ってしまう女性もいます。しかし自分磨きを怠ってしまうと、魅力的な女性に見えにくくなってしまいます。外見だけでなく内面も磨いて魅力的な女性を目指しましょう。6. 恋愛に慣れていない。40代になると恋愛から遠ざかっている女性も少なくありません。そのため恋愛に慣れていない女性もいます。恋愛に慣れていないとデートの誘いや連絡の取り方など基本的なことでも戸惑ってしまう可能性があります。まずは恋愛の基本を学び、恋愛に慣れていきましょう。 7. 結婚に対する焦りがある。40代になると結婚に対する焦りを感じてしまう女性も少なくありません。焦りから相手に妥協してしまい後悔するケースも少なくありません。結婚は人生の大きな決断です。焦らず、じっくりと相手を見極めて、自分にとって本当に合った相手を見つけましょう。8. 結婚相談所を利用しない。40代になると、仕事や家事などで忙しく、婚活にかける時間が限られるという人も少なくありません。そのため、結婚相談所を利用しない女性もいます。しかし、結婚相談所を利用すれば、効率的に婚活を進めることができます。また、プロのアドバイスを受けることで、婚活の成功率を高めることができます。旧婚活の目的が明確ではない。40代になると、結婚に対する目的が明確ではない女性も少なくありません。結婚したいという気持ちはあるものの、結婚後の生活や家庭像が具体的にイメージできていないと婚活がうまくいかない場合もあります。まずは自分が結婚したいと思う理由や結婚後の生活や家庭像を明確にしましょう。 10. 婚活を長続きさせられない。40代になると仕事や家事などの忙しさや婚活に対する焦りから婚活を長続きさせられない女性も少なくありません。婚活は長期戦になることを覚悟しておきましょう。また婚活のモチベーションを維持するために自分なりの目標やルールを決めておくことも大切です。40代婚活女性が成功するためにはこれらのことに注意して婚活に取り組むことが大切ですということらしいですね。生涯独身でいると悲惨なことが起こる可能性は確かにあります。しかし必ず悲惨になるわけではありません。悲惨なことが起こる可能性としては以下のようなものが挙げられます。周囲の視線や偏見にさらされる。日本では結婚をすることが女性の幸せの形として捉えられていることが多く、生涯独身女性は周囲から哀れみの目で見られることや偏見を持たれることがあるかもしれません。経済的に困窮する。結婚している場合、夫の収入で生活を支えることもできます。しかし、生涯独身の場合は、自分の収入で生活をすべて賄う必要があります。そのため、経済的に困窮する可能性もあります。孤独感や寂しさを感じる。
結婚している場合、配偶者や子供と過ごす時間があり、孤独感や寂しさを感じることは少ないかもしれません。しかし、生涯独身の場合は、自分一人で人生を歩んでいくことになります。そのため、孤独感や寂しさを感じる可能性があります。介護や老後の生活に不安を感じる。結婚している場合、配偶者が介護や老後の生活を支えてくれる可能性があります。しかし、生涯独身の場合は、自分一人で介護や老後の生活を乗り越えていく必要があります。そのため、不安を感じるかもしれません。もちろん、これらの悲惨なことが起こらない可能性もあります。周囲の理解とサポートを得られる。周囲の理解とサポートがあれば、孤独感や寂しさ、経済的な不安などを乗り越えていくことができます。自分なりの幸せを見つけられる。結婚が唯一の幸せの形ではないことを理解し、自分なりの幸せを見つけることができれば、生涯独身でも幸せに生きていくことができます。生涯独身で悲惨な人生を送らないためには、以下のことに注意すると良いでしょう。周囲の目を気にしすぎない。周囲の目を気にしすぎると、自分の人生を生きにくくなってしまいます。周囲の目を気にせず、自分らしく生きることを大切にしましょう。経済的な自立を目指す。経済的に自立していれば、結婚していなくても安心して生活を送ることができます。そのため、スキルアップや資格取得など、経済的な自立を目指しましょう。自分磨きを続ける。自分磨きを続けることで、自信を持って生きることができます。そのため、外見だけでなく、内面も磨き続けましょう。自分なりの幸せを見つける。結婚が唯一の幸せの形ではないことを理解し、自分なりの幸せを見つけましょう。はい、いかがでしたか。まあ、孤独ってのはね、ある時は有効に働くんですけども、でも、ある時はものすごくね、寂しいと言いますか、感情的に塞ぎ込んでしまうものがあります。やっぱり完全に誰かとつながっているってことは難しいにしても、何らかのコミュニケーションを図っていきたいっていうのが、まあ、この社会生活をしているね、人間の差なのかもしれないですよね。考えてみたら、引きこもってるような人でも引きこもる家を維持してくれる親がいてとか、たまにコンビニに行くその環境があってとかね、全く人に会わなくてもパソコンやスマホを介してですね、誰かのサービスを間接的に受けてるってことですからね。まあ、ですんで、昔の寂しさの概念と今の孤独の概念ってかなり変化してるのかもしれないですね。まあ男性版もちょっとやってみようかと思います。それでは。